ベルゼバブ石山高校一年、小賀達美。今からすんのは、王の処刑だ行くぜ、ベルボーバチの作り方教えてやるよ、ベルボー魔王相手に図がたけえぞてめえら全員土下座しな全員、土下座しな最強とは、俺だわ俺は負けねえ。 約束したからな。ベルボー全員土下座男がギャーギャー泣くんじゃねえ。舐められちまうぞ。男ってのはな、一度決めたことは貫き通さなきゃならねえ。俺はもう喧嘩はしねえ。でもな、ダチがやられて黙ってるのは、男ですらねえ。助けに来たに決まってんだろ黙って待ってろよ、ボケが こんなもんなくても、俺はどこへも行きゃしねえよ。お前はそんなもんなくてもつえーだろ。いつでも遊びに来いや。ゲームの相手ぐらいいくらでもしてやるからよ。ベルボーは人間を滅ぼしたりしねえよ。なんでかわかるか俺が親だからだ俺がこいつにそんなしょうもねえことさせねえ ダンプ言ったことは曲げねえそれが俺の人道だ男は一度決めたことは守らなきゃならねえけどなダチがやられて黙ってるのは男ですらねえああだその服ってことは高校生か年上なら遠慮はいらねえよなとっととやろうぜなんだ厨房か 今なら土下座すれば許してやってもいいぜ。じゃあ、あんたがこずれ番長か。よろしくな。誰がこずれ番長だ。てめえが。あだ。ガッちゃんってね。めっちゃんこ強いんだよ。あんたの赤ちゃんも強いの。クックピッ。なめんなよ。こいつは魔王だぜ。お,だおい。ベルボー見てみろ。あっちの赤ん坊、おしゃれだぞ。 リボーンはマフィアだから、スーツで決めているんだ。誰だてめえ知らねえよ。笛だからか笛だから知らないのか彼は今、人類終焉のシナリオを演じている。終わらせるのが、エクソシストの役目です。ベルボーは人間を滅ぼしたりしねえよ。俺が親だからな。<ー>君をこの世にいさせちゃいけない。 肩をつけるベルボーはそんなんじゃねえっつってんだろ土下座させんぞお前の次のセリフは、土下座させんぞという、ごちゃごちゃうるせえ土下座させんぞおいおっさん怪我しねうちに降参してくれよおいおまわりさん誘拐犯がいます。はい警察ですよんなんだお前 赤ん坊なんか連れて誘拐の容疑で逮捕する何でおっさんゴミ箱入れんぞバ